宮沢喜一氏は1919年東京生まれ。東京帝国大学を卒業後、旧大蔵省に入り、51年には連合国との戦争状態を終結させるサンフランシスコ講和会議にも出席しました。34歳で参議院議員に初当選。そして1962年、当時の経済企画庁長官として初入閣を果たします。どういうことかまだよくわかりませんから、少し勉強してから何か申し上げます。その後衆議院に鞍替え、自民党切手の政策通として外務大臣などの要職を務めます。また竹下登氏、安倍晋太郎氏とともにニューリーダーと呼ばれ、早くから総理大臣候補と期待されていました。宮沢喜一君を本院において内閣総理大臣に指名することに決しました。そして1991年第78代の総理大臣に就任しました。国民が誇りを感じることができる品格ある国となるよう全力を傾けて国政に取り組んでまいります。宮沢氏は総理就任後、野党の激しい反対に遭いながらも PKO 協力法を成立させ、カンボジアに自衛隊を派遣しました。またバブル崩壊後の経済再生に力を注いだほか、天皇陛下の中国訪問も実現させました。そして宮沢氏はかねてからの懸案だった政治改革に乗り出します。一日も早く政治改革を実現し、国民の政治に対する信頼と期待を取り戻さなければなりません。金丸被告を乗せた黒いベンツが今東京拘置所を出ました。黒いベンツ猛ダッシュで出ていきました。自民党元副総裁金丸氏の巨額脱税事件など政治と金の問題により、政治改革への国民の期待は高まります。93年4月自民党は単純小選挙区制を柱とする政治改革関連法案を国会に提出。しかし野党と折り合いがつかず、膠着状態が続きます。ここで政治改革をしなければ、日本の民主主義っていうのは大変な危険に陥りますね。ですから絶対やんなきゃいけない。ですから絶対やんなきゃいけない。2回も嘘つきませんよね、国民に。私はついたことはない。いや、海部さんの時にできなかったじゃないですか、やると言ってね。あれか、それはここは今回はしなきゃなりませんね。必ず今国会で政治改革を実現すると明言した宮沢氏。しかし自民党内でも、推進派、慎重派が対立を深め、調整は困難を極めます。政治改革に賛成する若手議員たちが宮沢氏の自宅前に押しかけたことも。ここで朝まででも座って待つんです。開けてあげてくれよ、それちょっと。お休みのところ。これいやいや、その恐縮でございます。どうしました？ちょっとお会いをしたいんですが。恐縮でございます、私どもこういう手段に出ざるを得なかった、どうしても総裁にお目にかかりまして、今国会で実現するとおっしゃった総裁の声、私ども今でもみんな上がる、もうぜひ上がっていただきたい。お願いします。ぜひお願いします。恐縮です。悲願の政治改革実現は難しくなり、宮沢氏は窮地に追い込まれます。宮沢内閣信任決議案は可決いたしました。この際何に追及いたします。嘘をつこうと思って嘘をついたわけではありません、結果としてなかなか難しくって思うようにならなかった。宮沢氏はその後の解散総選挙で敗北し退陣。38年間続いた自民党単独政権の最後の総理大臣となりました。その後も98年の小渕政権で
総理経験者としては異例の大蔵大臣に就任しました。そして2003年の衆議院選挙を前に自民党が比例代表の73歳定年制の導入を決めたことから立候補を辞退、政界を引退しました。戦争はしちゃいけませんよということは言っておかなきゃならないと思いますね。戦後の日本を見つめ続けてきた宮沢氏は引退後も憲法や専門の経済について持論を語り続けました。そして2007年6月、宮沢氏は老衰のため自宅で息を引き取りました。